ジャパネット高田株式会社ジャパネット高田は長崎県佐世保市比喩町に本社を置く日本の通信販売会社であるキャッチコピーは今を生きる楽しさを2015年1月16日退。現在は持ち株会社である株式会社ジャパネットホールディングス2007年6月27日設立の完全子会社であり ジャパネットグループの通信販売媒体政策を担当する企業となっている。本校ではジャパネットグループ各社の概要についても記す。創業者の高田明が ZIP の経営するカメラ販売店から1986年1月に独立し、佐世保市三河内町に設立した株式会社高田を起源とする。当初はカメラ店。 富士フ,フィルム特約店兼ソニーショップとして実店舗による事業展開を行っていたが、1990年に長崎放送にてラジオショッピングを行ったところ、放送時間中の5分間で50台のカメラが売れ、100万円ほどの売り上げを達成したことから、ラジオショッピングを主体とした通信販売に業務の主軸を置くようになる。 1994年にテレビショッピングをスタートさせ、さらに折り込みチラシインターネットにも対象を拡大してメディアの多展開を進め、通信販売業の老舗である日本文化センター、日本直販、ニコーといった当時の日本通信販売大手三大業者を脅かす存在となった。このうちニコーは2008年に通信販売業から撤退し、 日本直販も2012年に経営破綻となり、経営再建を実施、2015年に、両、日本文化センターも、ジャパネット高田の急成長の影響も一つの要因となり売上高が低下している。売上比率は、カタログや折り込みチラシが44%、テレビ放送が31%、ネット通販が16%、ラジオ放送が9%。なお、 テレビ部門の売上高は331億円で、ジュピターショップチャンネル、QVC ジャパン、この2社で、シェアの約半数を占めるに次ぎ本題3位である。2006年度の売上高で、長崎県内の小売業1位となり、県内の企業で初めて売上高が1、0円を超えた。顧客満足主義と自前主義を貫き、2000年には自社で、 CS デジタル放送の委託放送事業者の認可を取得し、2001年には佐世保市の自社ビルにスタジオを設け、通販番組の出演者は基本的に自社社員とするなど、テレビラジオを含め自社で媒体制作を完結するスタイルを確立させている。2009年より長崎県を本拠地とするサッカークラブのビファーレン長崎のスポンサーとなったが、2013年から 日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟したため、J リーグに所属するクラブのツイッター、公式アカウントによる挨拶周りやビファーレン長崎の新ユニフォーム発表会見会場の提供や選手、監督紹介ムービーの制作のほか2013、長崎潮風総文祭の協を行った。2017年にはビファーレン長崎の経営難を救済する目的で同クラブそのものが、 ジャパネットホールディングスの子会社となっており、クラブの代表取締役に高田明が就任している。現在のコーポレートロゴは2015年1月16日付で、代表取締役社長に高田明人が就任した際に変更されたもので、グループ共通で英字のジャパネットに改められ、当社はその右下に小さく赤の高田を表記した、なお、コーポレートロゴマークの改定に伴い、 提供番組のクレジット表記も、ジャパネット高田から、ジャパネットに改められた。グループ各社は、持ち株会社、事業統括会社である、ジャパネットホールディングスを含め全社が非常上場であるが、これについて、高田明人は、一時的にお金がかかっても、お客さんにとってベストなことをやろうと決めるには上場は、できない、株主への配当などが先に立って、 長期的な視点で経営することが難しくなるとして、今後も、非常情を貫く方針を述べている。創業であるカメラ店、ソニーショップを活かした、光学機器、デジタルカメラや、ビデオカメラや、ナショナルブランドの家電製品、白物家電、情報家電などの取り扱いを主力とする、消費者の方に納得してお買い上げいただきたいとの観点から、 ジェネリック家電の取り扱いは極めて限定的、ショッピングサイトで数点の取り扱いがあるのみで、品質や価格を精査した最新モデルを中心に揃える。家電以外には、局内蔵マイク型カラオケを、はじめ、鍋などの日用品、カーナビやメンテナンス用具などのカー用品、キーボード、時計、高圧洗浄機、剪定ハサミなどの趣味、実用品、 ロイヤルゼリーやフィットネス器具などがあるが、これらはテレビショッピングスペシャルやジャパネットチャンネル DX での取り扱い菓子となっている。ケルヒャー、高圧洗浄機、スチームクリーナーなど、レイコップ、布団クリーナー、エンプレイス、カーナビアラジン、暖房器具、トースターなど、海メーカーの商品も積極的に扱うのも特徴。通販番組。 テレビラジオでは単に商品の性能や価格等を PR するのではなく、ユーザーの目線に立った商品説明を心がけており、説明時にその商品を買ったら自分の生活がどのように豊かにいるのかを具体的にイメージできるような工夫を行っているという。また、顧客のニーズに応える観点から使用中の同品目を下取りするサービスや設置工事の受け負い、状況によっては、 基本工事費の減免、顧客宅でのパソコン等のセットアップサービスや、使用方法の説明を積極的に導入している。こういった手法を取ることで、ジャパネットでは50歳代以上が、顧客の8割以上を占めるという。また、ジャパネットの通信販売の特徴として、分割払い金利、手数料負担サービスを導入していることが挙げられる。分割払い時に発生する金利手数料や、 代引き手数料、振込手数料などを同社が非対負担するというもので、購入者の負担を極力抑えている。週刊オリラジ経済白書2007年5月22日放送分、によると2006年に同社が負担した額は約46億円にも上り、フリーダイヤル通話料の負担額は年間2億5000万円であるという。なお、分割購入の場合には指定された。 審判会社、セディナとの三者間契約となり、所定の審査が発生する。また、クレジットカードによる分割払いの場合に発生する、金利、手数料は、顧客の負担となる。なお商品取扱品目数は2016年時点で、約8500種類あったが、顧客サービス向上を目的として、同年7月に、約600種類へと、大幅な削減を行っている。 以下の会社は、ジャパネットホールディングスを除き、すべてジャパネットホールディングスの完全子会社である。民放地上波、BS でのテレビショッピングは、主に以下の携帯で放送される。当初は、福岡市の番組制作会社のスタジオを使用して、番組制作、放送を行っていたが、制作から放送までのスピードアップのため、佐世保市の本社にスタジオを建設。 番組制作スタッフをすべて自社で雇用し、自社グループで番組制作を完結する体制を整えている。MC9 名、工日もすべて社員で、単独番組の場合は2から3名が登場して、進行する。本社にはテレビスタジオが4つあり、複数のテレビ同時性放送にも対応させている。2007年6月からは専用の中継車も運用して、 イベント会場からの放送も行っている。2012年12月には、六本木の東京オフィス、泉ガーデンタワー34階にテレビ番組用のスタジオを開設、地上波局や他社衛星放送局向けの生放送や、買い取り枠での放送、スポット CM ラジオは、サセボ社、ジャパネットチャンネル DX 向けは、東京スタジオにて収録を行う体制とした。東京スタジオは、 テレビ通販の手こ入れのため2014年11月で一旦閉鎖したが東京オフィスをアザブに移転後2017年7月に再オープンさせた。本社スタジオは送信設備を2006年12月1日にハイビジョンマスターに更新しハイビジョン制作を開始した。これにより地上波ではハイビジョンで放送されているアナログ放送ではサイドカット。またこの頃から 同社のホームページ内にその日の内容をまとめたページを解説したり、生放送スペシャルでは不定期に3択クイズを出題して、生放送中に応募を受け付け、抽選でプレゼントが当たるクイズも行うようになった、応募はパソコンと携帯サイトからのみで、電話での応募はできない。コールセンターでの受注状況は、スタジオのモニターにリアルタイムで表示され、 高田ら出演者はそれを見ながら進行できるようになっている。特に生放送中。番組内で登場するオリジナルのマスコットキャラクターがおり、創業者の高田をイメージしたミスター・ジや主な取扱品目の商品を模したキャラクターが登場するクレイアニメ風の CG アニーション。制作はレベル5のモーションキャプチャースタジオが担当が流れ番組がスタートする。 テーマソングは九州地方のローカル CM の CM ソングを数多く担当しているマヨがメンボーカルとなって歌っている。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災に際して日本経団連を通して社会福祉法人中央共同募金会に義援金5億円を寄贈し、 同社が販売している充電済充電式電池セット1万台を被災地へ送付した。また当時創業25周年を迎えセールを展開していたが、当初は震災後10日間は全ての放送を取りやめる方針であったもの、テレビ東京から無償で番組枠を借り受け、3月16日に快適。ショッピングスタジオを生放送し、この放送での全商品の売り上げ全てを 義援金として寄贈するとし、液晶テレビ1500台と充電式ランタン1000台を販売し、他にこの番組中で紹介された商品の収益と義援金5億円、三洋電気製、ニッケル、水素蓄電池、エネループ1万セットの寄付を発表して基地支援を行った。番組の最後には当時社長だった高田明自らが被災地へのお見舞いや応援の言葉、 この商品を購入する顧客や放送枠を無償で提供したテレビ東京に対しお礼の言葉を述べた。商品は放送後も公式ウェブサイトにて販売が継続され放送開始から約2時間半後には完売した。また番組内での説明によると注文の電話が殺到しても他の通話に影響しないことは事前に電話者に確認済みであったとしている。 この地震が発生してから、しばらくショッピング番組は休止していたが、2011年3月19日には、ジャパネットチャンネル DX で、また翌20日夜は独立 UHF 局、一部を除く、の同時性放送などで、順次再した。一部の CS 放送局では CM が放映されていることがあるが、BS デジタル局では当初、BS ジャパンを除く在京キー局系、 BS デジタル各局で放送していたものの、その後は全く放送されていない状況が続いていた。2012年12月29日に、快適ショッピングスタジオ DX 版、東京スタジオ開局記念5時完成放送スペシャルが BS ジャパンで放送され、2013年4月より BS ジャパンにて月曜から金曜の12時3分13時にてレギュラー放送されることとなった。 また、BS 日テレとダリフでもレギュラー放送が組まれる。また、2013年9月は、下記の BS デジタル局に加え、BS 富士、BSTBS、BS 朝日の各局通販枠でも放送されている。ローカル放送枠による、定時放送及び生放送スペシャルの放送予定、過去の放送については、テレビショッピング専用ページの放送スケジュールで、 確認することができるため割愛する。ジャパネットチャンネル DX、ジャパネットチャンネルデラックスは、スカパー、プレミアムサービスや一部のケーブルテレビに加入することで、視聴可能な通販専門チャンネルである。衛星一般放送事業者は当初ジャパネットた方が、自ら勤めていたが、2012年10月以降は、スカパーアブロードキャスティング、2016年12月1日からは、 スカパーエンターテイメント、スカパー。プミアムサービスのみへのチャンネル供給となっている。通称はジャパチャン2001年3月24日、ジャパネットスタジオ242として開局。チャンネル名の242はスカパーでの配信チャンネルに由来しており、商品注文用のフリーダイヤルにも使用されている。 チャンネル名の変更を及び 242CH による標準画質での放送終了後も引き続き使用している。2010年10月1日に現行チャンネル名に変更した。当チャンネル専属の司会者、もしくは地上派向けと県人2名程度を中心に進行するが、年に数回特別企画を行い、この時は司会者陣が総出演する。 長時間の生放送を行うことも多く、6周年、記念を迎えた2007年には3月24日21時から25日の21時まで24時間、チャンネル名の変更とハイビジョン配信開始記念として2010年10月1日、0時から10月3時までの27時間にわたって、生放送が行われ、以後2010年10月の1ヶ月は毎週土曜日から、 日曜日かけて24時間もしくは8時間の生放送を実施した。また、チャンネル名の変更を機に、毎週水曜から日曜、2010年11月14日より、それ以前は、毎日の深夜0時から3時間制放送を実施、毎週土曜日は0時から6時までの土涛の6時間制放送を見しており、地デジや季節、行事などのエピソードを視聴者からメールで募集し、 生放送中に紹介している2011年3月11日に発生した東日本大震災以後は生放送を一時休止していた。生放送及び番組収録は開局当初から民放地上波で放送されているテレビショッピング同様佐世保市の本社にある自社のテレビスタジオにて実施していたが2012年12月の東京スタジオ運用開始以降は 東京オフィス内にあるテレビ番組用のスタジオで実施されている。このためあたりチャンネル専属 MC は全員東京オフィスへ移動となった。その後2014年の経営判断に伴い、東京スタジオは閉鎖されたが、2017年から再度、東京スタジオがオープンしている前日、2010年10月1日より JCN 加盟局一部を除くで10月8日より、 j イコム、2011年3月25日より、ヒカリ TV、4月1日より、EO 高テレビにて、ハイビジョン放送配信を開始している。スカパー、プレミアムサービスでも2012年9月29日より、ハイビジョン放送を開始した。ケーブルテレビでは主に各局が独自に設けている、コミュニティチャンネル、自主放送チャンネルで、シニア隊を心に、フィラーとして放映されているが、 局によってはチャンネルを設けて配信しているところもある。なお、標準画質放送は2012年9月30日をもって放送を終了しているが、一部のケーブルテレビ局ではダウンコンバートして引き続き標準画質にて放送している。紹介される商品は地上波で放映されているものとむね同傾向であるが、時期によってはラジコンカーなどの玩具。 主に、大人向けや、中古品を紹介することもある。番組は原則として30分単位、うち本編は28分で数種類制作されており、終了後はジャパネットた方の CM、分割契約時の注意事項を告知するものなど、が2分間放映された後に次の回が開始される、前日の長時間にわたる特番の放送時も同様。内容は、 基本的に週1回24時に更新され、以降は同じ内容のものが繰り返し放映する。生放送の場合は、基本的に再放送は行われていなかったが、2010年10月からは、生放送した分についても、この番組は、再放送ですとのテロップをつけて毎日ランダムに、リピート放送している。なお、通常時の一分上の番組編成は、平日は0時マイナス後、 零零、五時マイナス九、零零、九時マイナス十二、零零、十三時マイナス二十四、零零、土日は零時マイナス五、零零、五時マイナス十二、零零、十二時マイナス二十四、零零の長時間番組の扱いとなっている、平日の十二、零零一三、零零は、BS ジャパン、快適ショッピングスタジオ DX 版の最ル放送。 ジャパネットスタジオ242時代は、スタジオ242独自のオープニングのほか、地上波放送と同じオープニング CG も流れていたが、ジャパネットチャンネル DX にチャンネル名が変わってからは、C 独自のオープニング CG に変更となっている、クリスマス、正月、節分、ひな祭り、入学式、恋のぼり、アジサイ、七夕、夏蝉みり、お月見、ハロウィン、紅葉バージョンなど、 季節によって期間限定で放映されるオープニング CG もある。標準画質で放送されていた時期は遅延の数秒分を早めて送り出していたため、放送で見た限りでは遅延がなくちょうど生時の状態で放送が始まっている。ジャパネット公式サイトに掲載されている放送事業者のみ掲載している。下記はすべてデジタル放送。突起なきケーブルテレビ局は、 標準画質放送。単独番組、または単独枠で放送される機会の多いテレビショッピングと異なり、多くの場合ラジオショッピングは生放送の情報番組のコーナーの一つとして10分程度の放送枠を設けて放送され、佐世保本社のラジオスタジオ、たまにジャパネットレクリエーションラボ内のスタジオブースからの時、ありにいるラジオショッピング担当 MC と 情報番組のパーソナリティを回線で結び、両者の掛け合いにより進行される。これは他社のラジオショッピングとほぼ同様。また、出張ラジオと称して、ラジオショッピング担当 MC が番組のスタジオや公開放送の場に出向き、販売商品を直接持ち込んで放送を行うこともある。通常は平日のみの放送で、祝祭日は除くが、 チャレンジデーを実施している時に限って放送される。全国同時性放送を行っているのは JFNC のデイリーフライヤー内、平日13時8分頃マイナスのみで、その他は各地域ごとの情報番組内で紹介される。各番組で紹介される商品は、おおむね1商品ずつであり、複数の番組、または別エリアの番組で同一商品を紹介する機会も少なくない。 ラジオショッピング専用サイトでは各放送局の放送日、放送時間帯ごとに紹介した商品を表示させている各局の放送枠についても同ページを参照のこと。この他、2010年以降、年1回程度、ラジオの力と題した特別番組を放送することがあり、2013年以降は民放 AM ラジオ局全47局を対象に、同時制、放送、 一部のつぼでは放送エリアの重複や返上の都合などにより同日中に録音放送を行っている。出演者と担当は以下の通り、主に佐世保本社から出演する。佐世保本社から出演する。創業者の高田が MC を退いた後の2017年4月時点では、テレビ放送向け20名、ラジオ放送向けに5名の MC が在籍している。 いずれも m c 専任で採用された正社員ではなくテレビ企画制作部のディレクターから転身した丸リや浦川のように他の部署や業務を経験した MC も多い。ただし番組の増加に伴って MC の人員不足が懸念され始めたことから2017年度には m c 専任の正社員を初めて募集している。口実する不祥事を起こす前は 佐世保市の自社スタジオにタレントを招き、タレントにも商品の説明を行っていた、主に社長の高田が出演している場合に多い。ただし、現在でも稀に商品を実演して紹介するために、タレントを起用したロケ映像が制作されることがある、中村康平尾正明、神尾兵など。このほか、在販局が独自に制作する単発のローカルバラエティ。 番組で吉本工業などに所属するお笑い芸人らがジャパネットた方のスタッフや社長の高田を招いて共演することがある番組内も通販のコーナーが挿入されることが多いジャパネットチャンネル DX 放送開始後は東京にも自社スタジオを設け芸能人を招きやすくしたため生放送などでは数多くの著名人が出演している一方で 佐世保市のスタジオでは、ユニフォームスポンサーを務めるビファーレン長崎の選手、スタッフ、マスコットのビビ君などがゲストとして登場することが増えており、ジャパネットの CM 枠を使った試合告知なども行われている。南原、小倉、クリス松村、堤下は TBSK で放送された、うんなんのラフな感じで、の企画で出演。 テレビショッピングの形式ではない CM には、トキオの国部大地、2016年は30周年、記念 CM で、トキオ全員が出演している。2017年の、今にいいこと、もっと、ずっと編は、国部に加え女優の川口春が、長崎県出身も起用している。以下は、テレビショッピングを放送しない、通常の30秒 CM を放送番組。オープニング映像や、 フリーダイヤルの表示される画面に登場する。それぞれがある色を基調としており、括弧内に表記した。2006年にリニューアルされ、デザインの見直しや一部のキャラクターの入れ替えが行われた。また、ジャパネットチャンネル DX では、ミスター j の妹として、ユメットという女の子のキャラクターが登場する。2010年に番組や公式サイト内で発表とともに、 名前が公募され、同年11月7日の生放送で70代女性のものが採用された。名前の由来は、夢のジャパネットから。現在は、テレビ東京、快適。ショッピングスタジオの電話番号紹介部分の映像にも登場している。前は登場しない。本社が所在する佐世保市、及び北松浦郡佐々町に、計算店舗を展開している。 ハートプラザの店内には当社が扱う通信販売商品の一部を展示、販売するコーナーが設けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。